あ、じゃあこれちょっと読もうか、ケー関係者。えー、ハイタニさんに質問です。えー、ゲームセンターの仕事って時給1000円とか、えー、社員でも20万ぐらいしかもらえません。ハイタニさんの時代もそうでしたかハイタニさんの周りにはゲームセンターで働い,た働いていたことある人いますかその場合、ハイタニさんの時代でもそれぐらいでしたかまた、ゲーセン店員って仕事内容的には一緒にゲームしたりで楽して金もらえるみたいなイメージですが、合ってますかまあ、俺はゲーセン店員やってましたね。テーマベガスっていう。 いや、時給1000もなかったないくらやったかななかなかあれだね。この、この子は、<laughs> バイト舐めてんね <laughs> <laughs> いや、でも、正直、個人経営の店は、むちゃくちゃ楽でしたけどね。ああ、まあそうだね。俺、あの、サードの聖地として売ってたんで、あの、いつでも、やっぱり、その、行ったら対戦できるっていうのは売りやったんですよ。うちの店の。うん。なので、あの、もう俺、あの、渡されてました。お金。店長から。 ああのこのお金はその、客と対戦するのに使ってよって、ビジョンと同じだ、そう言われててで、それでやってたんで、もうずっとやってました、ゲームし仕事中、えー、だから天国でしたね、基本的にねまあ時給は1000円よりはさすがに安かったと思いますけど、うちがね、時給、円とかかだったかなあまあでもそんなもんっすよね、ゆ、うん、うて、ゲーセンの店員って。まあでもその ラウンドンドワとかったら変わりますよね個人権じゃなくてなとアミューズメント成績の子やったらもっと高いけどあのそれは全然その楽な仕事じゃないですよね多分ねうん遊んだりとかできないですよねだってあれでしょあの、えっと、UFO キャッチャーとかもさお客さんお客さんをなんかこうお客さんお金使ってたら頑張ってもっとお金使わせるように営業みたいなことするんでしょ特にあのやっぱりあの 子供連れとかカップルは狙われるって聞きますね。えー、取るまでやめないから。そうだよね。みたいなことは噂で後ろで。応援する感じなんだよたみたいなね、まあ、ちょっとどこまで本か分からないですけどね。うん、っていう話はまあ聞きますよね。うん、まあでも、のこの人が求めてるようなゲーセンはもうないっすよね。まあそうね、個人経営のゲーセンで、そういう格ゲーとかがメインのゲーセンだったら、まああるかもしれないけど。け、うんまあ、あしかかもその人ががなりゲームが上手ければ あね、あのビジョンみたいにその、その、孫さんとか、時京さんとか、法事さんとか、あとあの、鉄拳の竹山さんでしたっけそう、ね、とかあの、行けば、そういう人の対戦できるっていうのがあれば、客を呼んでくれるからいいけど、そうじゃなかったら、そういう、ね、力はないんで、まあ、なかなか難しいですよね。さすがに、全然無名なやつにね、ただゲームして遊ばせるわけないからね。<laughs> そうなんですよね。あだから。 基本的にはこれはちょっと無理ですよね。いろいろと。実<ー>給ももっと安そうやし。まあ今最低賃金が 1, 1> あ<の>1000円とかだからだ。上がってますもんね。こんなもんかな。まあそんなもんですね。で、うん、まあ一緒にゲームしたりとかは基本的にはできないっていう感じですね。そうだね。うん、基本、あのバイト中はもう突っ立って掃除してメンテナンスしてとかもう一生やってる感じじゃないそうですね。まあ今はでもあれですね。タバコ なななくなったかからそこは楽かもしれないですね灰皿効果がなくなってああ灰皿効果ないからね、うん、っていうのはあるかもしれないですけど確かにまあでもそんなもんかな、はい、でもあれですね最近あのヤンキーとか減ってきてるからちょっと楽になったかもしれないですねゲーセン店員ヤンキー対策もしなくていいのかはあんまり昔ほどしなくていいんじゃないですか,、ね、今はその老人とかが多分増えてて どっちかっていうとあんまりそのやんちゃな人のたまり場みたいなんじゃなくなってきてるから、そこはまあまあ、確かに昔よりは働き,やす働きやすいですよね、昔ってなんか、セン店イ,イコール、もうなんか、ヤンキーより強いことが条件みたいな感じなかったですか、<laughs> ヤンキーに絡まれたときにちゃんと対処できるかどううそ,うそうそうそう、あの追い出せる力ずくでなんとかできるやつじゃないと、まず対応できないし、なめられるじゃないですか。 な、うん、められたらもうやりたいことはされるからな、うん、められないやつがやっぱ店員として重宝されてましたよねその大事、うん、うちもなんかヤンキー対策専用の店員いたから <laughs>、うん、やっ,ぱったそれ雇ってたんですよそういう目的でいやちゃんと鉄拳も強くて、うん、あのヤンキーにもちゃんと言えるやつ言はい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 、うん、まあ鉄拳多いですもんねヤンキー、うんうん、もうなんか 1階のマージャンファイトクラブの前で、暴走族の集会みたいなことしてありそうっすね、それ注意しに行くのはちょっとね、躊躇したけど、露に、骨特攻服着てるやついて、なんでここでやってんだよ、こいつらと思っていや、でもそれってほんまに、注意して暴力食振られること全然ありますからね、うちの店もあったんで、俺はまあ、幸い大丈夫だったんですけど、普通に注意したら殴られたりとかやっぱあったんで。 今はないと思いますけど、あんまり怖いですよね、ちょっとリスクっていうか、まあ、やっぱ怖いよね、怖い仕事でありますよね、いろんな人来るから。